はい、こんにちは。8月の8日かな ?8 月の8日、火曜日ですね。今日はね、これを買ってきました。はい。だからなんだって話なんですけどね。はい、超簡単脱毛、ゴッソデボディですね。はい、こちらは、もしかしたら、この夏休みの何かの企画で使うんじゃないかなと思って、購入しました。脱毛シートって言うんだね。なんか貼っつけて、それでビリッとやると、ごっそり毛が取れるっていうものですね。はい。これ探したんですけど、僕ドラッグストアにあるんじゃないかなと思って、ドラッグストア見たけど、そういうのはないんだね。で、結局どこにあったかっていうと、やっぱり、こういう、なんだろう、ちょっと変わったものはね、ドンキホーテさんですね。ドンキホーテさんの方で、買わせていただきました。はい。どんな戦いというか、まあ、どんな企画で使われるかは、まあ、多くは語らないんですけれども、はい。ぜひぜひ、面白い感じにしていけたらなと思います。はい。で、なんだっけな。今日はそんなことしてました。あとは、今日はちゃんとした撮影はしてないのか。ライブばっかりだったかな。また明日からも頑張りたいと思います。そうそうそう、そうだ。最近マッチーのね、うちのマッチー、マッチーの TCG チャンネルというところで、動画を上げてる町田くん、マッチーさんがですね、最近面白いですね。いや、動画の編集がすごく上手なんだよね。この間その、マッチーと、まあ、シャマさんとかとみんなと話してるときに、いや、マッチーは上手だからね、どんどんこうやってやってるけど、じゃあ僕はどうしたらいいんですかねっていうふうに、逆に聞いたらなんかみんな、みたいな感じで、いろんなことやるしかないのかな、みたいな感じになっちゃって。まあ、今更な、マッチーに教わって、じゃあ何、編集技術を上げていくのか、そういうわけにもいかないしなぁ、とか言って。ね。まあでもいろんなことやってって、まあ僕はその、あくまでその何、チャンネル登録をガンガン増やすぜとか、収益を、動画の収益を上げるぜとかいうよりも、その動画を上げることによっていろんなお客さんね、とリアルにつながることで、お店に直接来てくれるってことがやっぱり一番嬉しいんで、まあそっちを中心にね、そのなんだろう、浅く広く一般の人にみんなに喜んでもらえるというよりも、まあ一部の人にでもいいからヘビーに、関わっていく方向の、感じでやっていきたいなと思ってます。でもね、マッチーの動画のその最初の掛け声、さあ始まりました、さあ始まりました、今回の対決はさあ始まりましたっていう、あれいいね。ああいうなんかそのオープニングの挨拶的なものはなんか俺もちょっと持ちたいな。なんかそのはいこんにちはっていつも言ってるかもしれないけど、はいこんにちはじゃつまんねえよな。モッチーのあの、さあ始まりましたっていいなぁ。なんか考えようかなぁ。でもああいうのはなんか自然と、なんかね、口癖というかそういうのついてくるもんだから、その考えて、そういう風にし始めたっていうのもなぁ。まあ、うん。まあいろいろやっていこうと思ってます。はい。じゃあそんな感じです。はい。毛を。剥ぐものですね、ゴッソ。はい、ということでした。はい、じゃあ失礼します。明日も頑張ります。